連休いやあるらしい。こんにちは、インクスの魚岡です。田中もきぎです。アツアツです。今日のターゲットは木地畑を狙っていくんですけど、瀬戸内エリアでやっていきます。で、今夕間詰めなんですけど、自分はとりあえずテキサスリーグから、私はまずスイミングから二道芸絡めて狙っていきたいと思います。自分は夕間詰めのやる気満々の高活性な魚を探して、 30g ぐらいのジグヘッドで大円筒して、こう広範囲を探っていこうかなと思ってます。ってことで、はい、始めていきましょう。はい、お願いします。お願いします。さあ、釣ろうか。はい、リーフリーテキサスリーグ、ジラクロ3インチでいきます。下にグレとチヌとメバルがあります。メバルやりたいけど今日はアコやけ。塩はいいね。塩はいい。かわいい、かわいいサイズ。リング付きがいいんですよね。テールマッカートニーですね。これ今回新商品です。グラブ。瀬戸内といったらこれが人気じゃないかな。カラーが、もう玉があるっけですね。この玉がバタバタせず安定して泳ぐんですよ。ここのポイントは、まあ堤防でいったらまずは敷石のブレイク周り、かけ下がっとるところとか周りと、敷地でもやっぱ崩れとるところがあるんで、崩れとる周りから、まあ、ウィードエリア、茶色が好ましいですね。ボトムで地形把握することがまず大事です。まあ、今日は今流れてないんですけど、流れる向きと沖で下り見つけたら、しもりに対して流れを使って流していくか、魚にもやっぱ顔向け取る向きがあるので、食わせやすい、一番食いやすいポジションに持っていってあげるのが一番効率が早いです。リアクションバイトもあります。水深が5メートルに対して1オンス使って、速い動きで食わせるときもあるし、ストラクチャーに引っ掛けて左にポンと外して打ったり、まず見つけてもらうことが大事です。波動の強さ、今日はちょっと波動弱いのが、今グラブなんでちょっと強めです。4月から3月から釣るところもあれば、3、4、11、12までが、まあ、いいし、8、9あたりが食いづらい、食わせづらい、産卵後になってくる、アフターシーズンなんで、回復するまでは渋いと思います。基本も金属的な当たりはすぐ合わせておく。釣り合うような当たりになってくると、ちょっと竿で確認しながら、折るか確認して、もう一回 重みがあるような当たりがあればそのまま吹きにしまって、すごい抑え込まれたのにな。カサゴがフィーバー中ですね。ちょっと弱め、カラーを弱めにして、塩緩いんで。ミーフリーテキサス。これ10です。でかい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 。おりゃ。おお、やった。やったー。しゃー。うわー、いいサイズ。追い食いしたっす。
やったな。状況説明お願いします。何使ったんですか？テールマッカートニーです。あー、なるほど。テールマッカートニーって何ですか？今度出る、インクスの新商品、グラブですね。テールマッカートニーでございます。インクスレベル初のグラブでございます。こうご期待。50あるらしいですかね。低温ナトリウムの色、はい、弱めでいったら食ったっすね。44よしましょう。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、気づいた。ここら辺に沈ませて2アクション目ぐらいでゴッってアコモっぽい当たりが出たんですよ。完全に敷石からなんか出てきた。何グラム今？10です。10、まあまあ深いですね。ね、水深が意外とあるね。単調でもいいね。この堤防は敷石がしっかり入ったんで、敷石の上と駆け上がりと駆け下がったとしっかりやってきたら、アコがジュラクロー3インチのビデダコオレンジに進化 10g。 来た？でかい？いいんじゃない？そうだな、タモがあるんですよ。でかい、タモがあるんですよ。カリですよ。カリ。マジで分からん。でかい、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 最初のフォールから着底してワンアクション入れてのフォールでしたね。ゴゴってきて、あのスラック取ってしっかり合わせました。ランキーもできるってところを見せてみた。40アップ、よいしょ、ちゃんと蘇生して。おりゃー、うえー、ナイスサイズ。うえシェイ、産卵すごいですね。ここ産卵の場所かもしれん。何で釣れましたか？テールマッカートニーです。今のテールマッカートニーで足元の敷石の起伏があったんで、そこをリフトさせてフォールで食ってきました。金属的な当たりのアコーらしいバイトでいい勝負ができました。来た？でかい？でかい、でかい、でかい、でかい。トモは？トモは？これ潜ったっすわ。出てくるかなこれ。あ、ちょっとライトを離した方がいい。あ、出た、出た。でかい？でかい、でかい、でかい。トモは？トモは？トモは？あ、いるかな。手が出るよ。トモ、そうでもない。そうでもない。そうでもなかった。そうでもないけど、あ、こう言え。ナイス。テールマッカートニーをつけとったんですけど、なくなりました。また50アップになって帰ってこいよ。あー、行きましたね。ちっちゃいけど、アコちっちゃいですね。やりました。すぐ逃がします。駆け上がりにいますね。50いったかな、50いったかな、でかい、たやろーんって出てくる。ぴったし、ぴったしぐらい。たちょっとこいつはちょっと捨てます。何食べていいです？あ、ジュラクロ3インチ、ゆでだこオレンジが
今外れました。やりました。かっこいいっすね。あっす。惜しい。いいじゃないですか。つんくんが言ってたみたいに駆け上がりの肩ショルダーのちょっとこの辺こう壁際ズル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 してたら一回グッて合わせて乗らなくてそのまま落としたら追いグッてきた。追いグッしてきたんですか。うん、発生高いかも。発生高い。ジラクロのこれモイカボロっていうカラーなんですけど、あのジラクロはツートンになってるあのシリーズでコアカラーグリーンが入ってます。その周りはスティックフォルムの入ったクリアな素材でコアでしっかり見せながら周りのクリアでしっかり水押しをしてくれる足がいっぱいついてますので、ね、アピールは絶大でございます。ビーンズ TG ってやつです。で、スワールテールシャットの 4.8 インチに、フックは 4-0 です。平行に打つよりは縦気味に打った方がこれ駆け上がってくる間のどこにいるかをちゃんと探れるから。吸われているシャットの 4.8 インチ大きい方。40いったよね。40いきましたかね。タコ吐きましたよ。おピッタシピッタ40。やったー40や。はい、あ2投連続。よし抜きます。よいしょ。もう色変えました。黒に。あ、バレた。アクションさせてどっちかといったらもうパンパンって跳ね上げて気づかした後にロッドを上げてスイミングさせてフリーで一気に落として食わせるっていう結構ハマるパターンなんですね。あ、まあ、スワールテールシャットの 4.8 インチ、マズメスペシャルです。まずめではないんですけど、夜でも全然オレンジと金色、甲殻類系。本日10本目カラーは若魚グリーン 4.8 インチ、リフト&フォールで一撃。もう40ないですね。いいやだ、絶好調です。いいですね、絶好調です。パクりました。しっかり地形の変化について分かりやすいです。今日は来ました。バコです。イエス。今日から週が新しいんですよ。若潮入れ替わりでちょうどいいタイミングでアコウが入ってきたんじゃないですかね。これシャロー帯で釣って5つきやったらもっと黒いはずです。
色が全部今日綺麗だったんで、ほんと回遊魚で餌求めに、もうじき産卵入るんじゃないですか、この感じで言ったら。どうすか46超えてるね。もろたもろた、でかいんじゃないですか。よいしょ、モロタ赤い、めちゃめちゃ赤い、モロタ45、うわうわ、テールマッカーテールマッカーテーモロタイエーモロタ出ましたね。そうですね、今朝まずめが近づいてきて、まあ、接岸してくるかなと、大きい個体が駆け上がりの、今までは一番上で食ってきよったんですけど、ちょっともう駆け上がりの一番下深くなったところから探ろうかなと思って、テールマッカートにでネチネチしながら駆け上がった瞬間にバイトが出ました。44か。